最近買ったお気に入りのものがございましたら紹介してください。じゃん、エイトスペードのバッグです。これはもともと買うつもりなかったんですけど、もう一目惚れでハートになって、こうするとスペードになるんですけど、一目惚れして完全に、お値段6万円くらいしたんですけど、高かったんですけど、めっちゃ可愛くないですか？これ一つぐらいブランドバッグ持っててもいいかなと思って買っちゃいました。アイリさんはちょっと変わったプレイが好きと聞きました。どんなプレイですか？私、高速プレイが好きです。手を縛られたり、あとベッドの外とかに縛り付けられたり、これ言うと結構引いちゃう人とかもいるんですけど、されたらめちゃくちゃに興奮します。ちょっときつめに打って痛いぐらいに縛ってくれる方が好きかな、ド M なんで。アイリさんにヘアヌード写真のお話が来ました。プロの写真家が芸術的に撮ってくれるそうです。しかし顔出しありで市販されてしまいます。ギャランティーはいくらで引き受けますか？いくらだろう。そもそもまず自分のこの体がいいと思って声かけてくれたってことがまず嬉しいので、値段は自分が決めるより写真家の人に私の値段を決めてほしいかも。撮影場所とかは室内より屋外の方がいいかな。理由がないと堂々と屋外で裸になることってまずないし、室内よりやっぱ屋外で裸っていう方が非日常的で写真集っぽい。あえて自分で値段を決めるとしたら、10万円ぐらいかな。高いかな。10万円ぐらいだといいな。はい、というわけで女子部屋でした。アイリと友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしてますね。